月口真子です。昭和46年、イノシシ年、47歳です。よろしくお願いします。まあ、前回ね、一回ちょっとコンサルを受けていただいたんですけど、その後はどんな感じにそのメイク、1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぐらいですね。はい。今は何も書いてない状態ですけども、眉毛をこう変えてもらってから柔らかく、イメージが柔らかくなった、ナチュラルな感じ言われるんだよね、はい、一番最初すごくこの眉毛グッと上がってたもんね、はいはい、じゃあ今日もちょっと復習型でやっていきます、はい、まず眉からね変えていきましょう。まず山、なんか静まったりとか、僕もこのいつも下から描くように、はい、僕結構上がるような人はこの下の、この下のラインで撮ってみます。ここの眉頭の部分がちょっと普段見てるとこう離れていく感覚ってすごく見てるタイプで、眉って描くときに下向いて描いてしまうとちょっと見にくくなるんですよ。だからちょっとこう顔を上上げたりするとちょっと感じでしょう。鏡をこう下向く上のチェックとかいろんなチェックをして、で、まあ、大体こう透明に見たときにどういうふうに見えるかを確認するんですね。あ、ここ描かなくていいの？上描いてないでしょ。私そこ使っちゃってましたね。それだから太くなっちゃった、うん、もし上から描いてもいいんだけど、強調してから描いてしまうとやっぱ上上がった感が出るので、ほとんどここを描いてなくて、この下を逆にちょっと強調してで、ラインが見た感じの目線がこっちが行くので、うん、角度によって写真って撮り方変わるからだいぶ違うでしょ、うん、下に下がってる今日はそう下がった感を特に印象付けています。はいはい、でまず、まあ、目尻の方ちょっと小鼻、こんな感じ、ちょっとこう目の下の方も少しだけ明るい色をそのままいってしまうと白浮きってするんで、ちょっと多少をあんまり深く濃く入れてしまうとよれたりするから、ちょっとこう抑えながら、うん、マコちゃんはどちらかというと逆三角形の顔なんで、顎先にちょっと軽くつけておくとここもふっくらする、うん、まあ、シャープにしたいときはもうつけなくていいんだけど、ちょっとこうふわっとしたいでしょ、うん、なるほど。まあ、年齢重ねていくとどうしてもどっちかないね、ふっくらするかもしくはゲソッとするか、このどっちかを自分の顔に合わせてメイクをするわけなんで、ぐーっとでこうなりますね。でこのまま目元に振って、もう慣れたもんやね。はい。結構一回でこうねワイパーのようにつけてもらうと、簡単ですね。うん。そう、黒目の下にラブトーンの印象。ここ。受け皿の手にしてみる。ちょっとこの黒目の上、ここに少しだけつけるぐらい、縦ぐらい。手にぐらいしましたと、ちょっと感じが、ね、変わりますよね。チーク塗るときに、この時は意識してもらいたいのが、普段よりかは柔らかいチークメイクにしたいんで、黒目を基準にして、黒目の端を基準にしてした方がいいですよね。で、小鼻の延長上の低いはね、ここでもにっくり笑ってもらって上がる、ね、この上がった位置を起点にしてもらう、普段はいつもマグちゃんこういう色結構原色っぽい色ね、原色ビビッとね。で、同じこういう色でも
ぼやけるとかって言うと思うんだけど、あとあの艶っぽい感じに持ってもらったので、うん、まず真ん中から、あんまり、あのそうそうそう、もしそれだったらちょっとこんなんも少し使って、うん、これをちょびっとポイントで、ね、最小の作業で、でも最大のキュートさの印象はこれです。結構この半分でこう見るとかなり変わってる、わかりやすいね、わかりやすい、うん、要は上に力ある程度入って、うん、でもリップはちょっと抜き感入れてる、ちょっと感じがまた変わった。はい、先月眉毛を変えていただいてから、また今日もアイメイクを教えていただいて、すごく印象が変わったっていう、私の印象が変わった、柔らかくなったっていうお友達が多くなって、と自分も顔が変わることで気持ちも変わって、なんかほわんとしたあの生活を送れてると思っています。で皆さんもあの本当最初眉毛変えるの怖かったんですけど、変えることで、ほんと1ミリ2ミリ変えることで、こんなに変われるならもっと早く変わりたかったなっていうのがあるので、皆さんにももうぜひ眉毛を変えていただきたい、アイメイクを変えていただきたい、メイク全体も変えていただきたいなと思っています。Thank you.